て、そこからワイパーの手技ですね、扇形のロミロミ行く、このままね、当てる面をこうね、起立筋沿いをグーッといって脇に流す、で反対側もグーッといって脇に流す、これを交互にやっていくイメージです。このワイパーの式ですね、ちょっとずつ下から肩甲骨付近から上がっていって、でこれができたら続いて次の式はイコールを作ります。このイコールを作るって感じですね。このイコールを作って前にやっていきます。もう一回いきますね。ワイパー、ホールを作ってそのまま前にグーッと行きます。イコールを作って前に行って天部のあたりで包み込む、これですね。もう行きますよ。上まで行って天部のあたりまで行ったら大きく包み込んでください。こうね、腸骨までしっかりキュッと包み込む、ぐわっと大きく包み込みます。じゃあもう一回やっていくと、ここ腕吐いてウルク首のところまで来たら小指からスッと入って平泳ぎ、何回か平泳ぎをしていきます。その後ワイパーの手技で、でイコールを作って上まで行って、で大きく広げていく、こんな感じです。はい、こうやって流れを作っていきます。でここがねすごく大事なポイントなんで、ぜひ皆さんここを覚えておいてください。上まで行ってワンって電波を包んだら、続いてそのままグッと絞ってきて前腕で肩と首の間を落としていきます。もう一回いきますね。イコールで上に行きます、大きく包み込みます、でこの腕を絞って首と肩の間に僧帽筋のところを抜けていくイメージです。こういう感じで、これも同じく引く引く、こういう感じですね。引く引くって感じです。もう一回いきます。いきます、広げます、絞ります、腕で落とします。でこの時にやっぱりこうじゃなくて、ちゃんとねクッと当てる面積を意識してね、やっていく中でこういうポーズにこういうのでね、あの世界を癒すポーズができちゃうかもしれないですけど、はい、ぜひやってみてください。こういう感じですね。でこれを何度かね、こう落とす落とす、でこれが落とせたら、今度ははい、以上がこの頭側からする前腕を使ったロミロミマッサージになります。前腕を使ったロミロミマッサージですね。はい、こういった風にちょっとねお客様が臀部のあたりでグワッてトリートメントされた時に、いきなりこうすぐに肩首肩に来るっていうのは意識できなくなるんですね。次どんな動きをするか分かんなくなって、このトリッキーな動きっていうのはお客様の思考をこうね、ちょっとね停止させます。次何来るかなっていうのを考えれなくなるんですね。そうするとお客様って思考が停止するってことは副交感神経が優位になってものすごくリラックスします。次こういうの来そうだなとか、あこういう感じの動きねっていうふうに考えれなくなるので、なのでちょっとね予想がつかないようなグワッてやって絞るみたいなね、2箇所同時にこうグッと意識がされると、お客様の意識をね鎮静できるので、ぜひやってみてください。まあ、これもね本当に導入しやすいんですが、やっぱりこう当てる面をね見せると痛いっていうところもあると思うので、まずはお客様にやる前に一度練習してみてください。 TOA のメンバー同士でもいいです。このプログラム31ですね、見ていただいて、結構ねここまで来てる人っていうのは本当にねしっかり学んでる人なので、ものすごいね勉強熱心だと思いますし、これから絶対伸びると思うので、TOA のメンバー同士でぜひ練習してみてください。はい、では本日以上になります。次回は
横からやるロミロミです。横からグッと入ってくるロミロミで、これもね導入しやすいっていうのと、これもね同時にね2箇所をねアプローチするので、トリッキーかつ効果的で面白い手技なので、次回もぜひ楽しみにしててください。はい、では本日以上になります。どうもありがとうございます。